大手レコードショップでは空気をイメージした明るい衣装でトークイベントに参加。最後は風をイメージしたシックな衣装でラジオ収録。ファッションと同じくトークもシックにと思いきや熱く願い話。尽くすタイプですか？そうですね、周りが見えなくなりますね、割と。そうなんだ、はい、ただでもそれも10代の時はそうだったんですけど、やっぱり年々年を重ねていくごとに、なんかやっぱそれもどうかなってちょっと躊躇する自分もいたりするんですよね。変わってきましたね、はい、元夫サムさんとの結婚生活を振り返るようなコメントも。そして現在27歳の安室さん、3年後の自分を想像して。私は30歳になっても、コンサートで歌いながら踊れるのかな。OK 出してもらってますよ、ファンの皆さんに。じゃあ頑張ってみようかな。が10日渋谷で行われた複数のイベントに出演し、およそ50万人の人出で賑わう若者の街渋谷をジャックしました。109スクエア、 HMV 渋谷店、 FM スペイン坂スタジオといずれもファンが殺到。午後1時109スクエア前ではですね、出演中の CM のプロモーションイベントに登場。安室さんが姿を見せると、トークの声がかき消されるほど、大声援、そして大フィーバーとなりました。また1回目のイベントの盛り上がりで会場の混乱が避けられない状況のためですね、2回目のイベントを中止するというハプニングもあったそうです。まあ109前大パニックだったんですけど、はい、大事に至らず109恐る前になったね。なるほどね。歌手の安室奈美恵さんがおよそ50万人の人出でにぎわう東京渋谷の数カ所で新曲発表のトークイベントに生出演、安室旋風を巻き起こしたそうです。安室さんのイベント出演はおよそ2年8ヶ月ぶり。ラッピングバスや大型ビジョンの映像で大混乱となり、イベントを中止する会場もあったとか。また FM 番組の公開録音にも出演し、27歳になったばかりの安室さんは30代の自分が素敵になれるよう頑張りますと今後の抱負を語ったそうです。